こんにちは、速稼塾の久保です。今回の舞姫大学の特別講義はワードプレス、ホームページ、こういったものがビジネスをする上で必要なんでしょうかっていうことなんですよね。まあ、奈美さんのような見解もありましたんで、まあ、それに加えてね、私からも考えを申し上げますと、まあ、これは何を商品とするのか、何をもってお知らせしていくのかってことにもよるのかなと思うんですよ。例えばね、 YouTuber さんっていうのが今いますけどもね、 YouTuber っていうのは特定のホームページ多分持っていないんじゃないかなと思うんですよ。 WordPress も作ってないんじゃないかなと思うんですよ。仮にあったとしてもね、皆さんどうですかね。はじめ社長のホームページ、ヒカキンさんのホームページ見たことありますかね。というか興味ありますかね。多分ないんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、ネットビジネスをやる際にどこに向かっていくのかによって必要なものとその順番は変わっていくんだろうなと思います。そうですね、自分でコンテンツ、商品作りをしてそれをお客様に届ける、その場合に便宜上ホームページがワードプレスで作ったようなやつがね、必要だったらそれはあった方がいいのかなと思います。まあ一つの例を申し上げますと、まあ、私はね、 FX オリガルヒっていう FX のね、このコミュニティを運営してるんですけども、現在これ25名になってるんですが、こちらの方ね、半年前に立ち上げた時って、まあ、私のトレードはずっとお見せしていたんで認知されていたと思いますけども、じゃあ FX を学ぶ時にね、受講生さんはどういうふうに学べばいいのかなってことが、まあなかったわけなんですよね。で、そこで今私はね、いくつかのパターンをこの FX オリガルヒの中に作ってるんですけども、一つは初級編、これメールマガジンなんですよ。だから毎日待っていればメールが送られてきて、その中に搭載されている動画、これで確認していくっていうスタイルです。そして同じようにね、 FX の中級編っていう講座もありました。これも同じです、メールマガジンで送られてくると。この場合ホームページ、ワードプレスは必要ないんですよ。ただしメールマガジンをずっとまとめて見たい方のためにね、その人のために、まあホームページは後から作りましたね。まあそうするとホームページでまとめて見れるんで、メールマガジンを見逃した時、もしくはもう一回、まあバックナンバーを読みたい時に便利だということで、ホームページがあった方が便利かなっていうふうにはなりましたね。で、結局後から作ったって形ですよね、そこはね。そして FX オリガルヒっていうのは今度は上級編にあたるんですけども、こちらの方は最初からはホームページがあって、でそこにですね、講義っていうのがありました。講義はいくつか搭載しました。 Q&A、 Q&A は始めた時には誰からもご質問いただいてないんでありませんでした。そして、カリキュラムね、カリキュラムっていうのはこれから発信するんでありませんでした。そして、その他、何でしたっけね、精神力のページみたいなね、精神力のページにはいつかな精神力のコンテンツがありましたけども、そこは随時ね、月に1本ぐらい更新するようにしています。という感じでホームページは作ったけども、最初からぐっつり詰まってるかどうかっていうのはまた別なんですよね。ホームページを作りながら、増し加えながら、コンテンツが増えていくっていう商品作りもあるんですよ。まあ、ですんで、何を目指すのか、それによってですね、必要なものと順番が変わってくるのかなってことなんで、どんなことをするかをね、もしあれでしたら打ち合わせしながら、コンサルデザインしながら、じゃあ最初から作っていきましょう、もしくはいや最初はなくてもいいんで、先にはYouTube の更新していきましょうとかね、先にメールマガジンをちょっと作っていきましょうみたいになるかもしれないですね。まあケースバイケースって言ってたら一コロットで終わるのかなと思いますけども、まあでもあれですよね、大筋見てあった方がいいですね。なんかあった方がいいな気がします。それがね、視聴者さんとか受講生さんが迷った時にホームページに行けばいいっていう、まさにホーム、家に行けばいいっていうね、まあそういった位置づけになるのかなと思いますんでね、できればホームページ、ワードプレスは作れるようになったらですね、いつでも作れるように、そのあたりはマスターしておいた方がいいんじゃないかなと思いますけども、いかがですかね。飲食店やる際に卵焼きは作れるようになっておけよみたいな感じかなと思います。はい、じゃあ本日は以上です。参考になれば幸いです。ありがとうございました。